やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。新庄剛志さんが日本ハムの監督に就任を決定です。はい、ということで新庄劇場が再び見られるのかどうかっていうところとか、新庄さんとか、あと稲葉、ジェネラルマネージャーの、運勢とかね、日本ハムの運勢見てみようと思います。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄にあって、ツイッターに最新の、受付状況が書いてありますので、よくご覧になってお申し込みくださいませ。はい、スポーツは、団体戦は苦手だよって言ったけど、一応個人の、スポーツでもね、個人の運勢はそんなに外れてないんだ、今のところ。去年のさ、今年だよ。今年の、あれとか。完全に今度忘れしたんだけど。あったじゃない。あったじゃない。名前忘れちゃった。ちょっと暴力っぽいやつ。誰か野球で。パワハラだか暴力だか。それで、巨人がこう、に移籍した人とか、あれはドンピシャに多分当たってたし、だからごめんね、名前ど忘れして。なので個人のね、占いは大丈夫だと思うんだ。日本ハムの運勢とか、またなんかさ、大勢のチームプレイになってくると、すいません、2021年のセリーグパリーグの予想が悲惨なくらい外れましたけれども、申し訳ないくらいに外れてしまったんですけれど、なんか集団のなんかチームワークになると、占いとして、なんか複雑になって難しいなっていうのは痛感したんですけれど。まあ、個人のは大丈夫かなと思いますので、占います。で、カバラ水術で見てみたら、新庄さんさ、天真爛漫じゃない、明るいじゃない。あれは3かな、3かな、1かなと思ってて、あと、でも不思議な、なんかちょっと天然っぽいところがあるでしょ。あ、11かなと思ってたら、ああ、11が未来数に入ってたんだね。もうそろそろ発動されると思うよ。本格的にもっと。で、3と1でした。3と1といえば、河野太郎さん。河野太郎さんと山口達也さん。河野太郎さん。山口達也さん。あと、ドド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 ドラえもん。星野さん。星野源さん。でいいかな。こんな感じでございます。あ、星野源さん3の1でよかったっけ？うんうん。まあ、合ってた気がする。なので、なんかわかるよね。まあ3は私が永遠の5歳って言ってる感じですよ。5歳。60歳になろうが70歳になろうが5歳です。純真無垢、天真爛漫な創造者ですね。とても明るい陽キャ、陽キャですね。人気者です。3の周りには人が集まります。コミュニケーション能力とか自分の表現するっていうのに長けてる。なるほど、新庄劇場、なるほど、3だなと思って、確かに。うん。もう楽しいこととか表現とかやらせたら3はもうピカイチですね。あんな感じでめっちゃ楽しくなります。3はね、陽気で愉快ですね。ただ、良くも悪くも子供なので、そう、子供っぽさみたいなのが悪いように出ちゃうとね、短気とか怒りや、なんか、なんか叱られると、なんか怒っちゃうとか、感情的になっちゃうとか、あとは何かに依存しやすいとかね。依存系は本当に気をつけてほしい、3持ってる方は。お酒とか、薬物とか、快楽に溺れやすいんですよ。なんか長期的な視点で物事をこう計画する、4みたいにね、こう計画するのが苦手で、目先の快楽だけをこう、楽しければいいや、目先が、みたいな感じについついなりがちなので、快楽に溺れやすいみたいなのはありますので、その辺さんはね、何かに、うん、楽しいものに依存しないようにっていうのが注意点ですね。で、1は、我が道を行く王様タイプ、リーダーですね。3と1。両方まだ、1、2、3、4、5っていうか、カバダス秘術の始まりの方の数なので、幼いっていう感じですね。幼いっていうか若い。うん、若々しい感じ。うん、タロットカードで言うと愚者みたいな感じ。恐れを知らない若者。マジシャンとか愚者みたいな、なんか、そういうこう、若々しくて、はつらつとして楽しくて、好奇心いっぱいで、みたいな。そんな全体的なイメージ。で、未来数が11なので、巫女さんみたいにね、神官タイプになりたいんですよ。これからは直感とか、ビビビッときたもので動いていくと思いますよ。
まあまあでも3も1もね、ひらめきの人だからまあその要素あるんだけど、ますますひらめきとか感覚だけでやると思う。この中に全部理性じゃない、理論的な数がないのよ。偶数とか、うん、4とか6とか8とかなんか、カチッカチッとこの、型にはめてとか、論理的に考えてみたいなのないので、もう感覚で、こう、ピンときた感じで、監督をしていくと思う。で、稲葉さんもそっくり、ほぼほぼ、ここの1と3が違うだけで、331だから、ほぼほぼ同じなんだよね。ほぼ同一人物みたいな感じでいいと思う。ここの王様タイプが、純粋な5歳になっただけだよ。もう、うちも外も3だからもう、純粋に永遠の5歳だよ。はい。ということで、稲葉さん、私あんまりよく知らないんだけど、楽しい人じゃないですか。3の人と話してると、ほんと明るくて楽しいんだけど、キャッキャッキャッてしてる感じなんだけど、どうでしょうかね。未来数まで同じなのね。うん、すごい似た者同士でくっついたなと思って。ちなみにこの3と3の相性は楽しいんですよ。1、3、5あたりが集まると、楽しくってしょうがないの。もう、ひらめきとかアイデアとか、あと、楽しい感覚、これが楽しいよねみたいなものが似てるし、1、3、5が集まると、それだけでもう楽しくて話が弾んじゃって、もう、ほんと、もうばっか言ってる。楽しくてしょうがない関係だから、どうかな、なんか、仕事ちゃんとできるかなっていうくらいの楽しさよ。盛り上がっちゃってしょうがないと思う。毎日。はい。そんな感じね、カバラス秘術。では、新庄さんの1年の仕事運を見ますね。仕事運と総合運別々に見るから、超駆け足でいきます。新庄さんの仕事運。ズバッと、どうしよう。すごい悪い感じになっちゃった。なんか、悪い、三大悪いカード、ショッキングなカードが、現在と近い将来と最終結論っていう、この超大事な流れのところに出てしまったんですけど、どういうことだ？まず今、現在が悪循環の中に多分入っちゃったのよ。まあ、過去かわだら悪いんだけどね、過去が太陽の逆だから、その流れからして悪いんだけど、今、悪魔のカードって言うとなんか騙されるとか、うん、なんか、泥沼のようなね、こう抜け出せないような、ドロドロのなんか人間関係とか、状況の中に入っちゃって、抜けなくなっちゃうみたいな、そういう悪循環の中に身を投げちゃうみたいなね、そんな感じなの。これ、日本ハムの監督になったのが悪循環の始まりだったりするのかな？なんだろう、すごい悪い感じが出ちゃった。次回将来もタワーの客でしょ？タワーが出るとさ、体調だとするとなんか、手術とか入院が必要なくらいの、なんか、体調不良とかね。うん。アクシデント、トラブル。なんか、そんな感じよ。まあ、体調じゃなかったら、なんだ、組織内での人間関係のトラブルとか。うん。で、新庄さんの立場はとてもいいよね。女教皇背景に皇帝だから。うん。監督としては、仕事なんでしょ？これ、監督としてはちゃんと、かっちりします。やります。だけど、環境がむちゃくちゃ悪いの。環境がフールの逆。無知無計画。なんかフラフラして落ち着かないとか。今こう、ちゃんと監督就任したじゃん。それ、ちゃん、違いました、みたいな、ドッキリでしたじゃないよね。なんか、そんなくらいの、感じを受けたんだけど、なんだろう、環境がなんか落ち着かないみたいなのって。ふらふら動いちゃうみたいな。で、最終結論が死神、停止する。うん。ね、ちょっと、これが3連続でこうやって並ぶって、珍しいなと思って、ちょっと、一体何が起きてしまうんだっていう、今、私怖いんだけど、対策注意点、節制。節制はお金とか気持ちの流れるものに出るんだけど、ストレスとか自制心よね。新庄さん、なんか、考えられるとしたらなんかさっき、3の人注意してねっていう、なんか依存系のものに注意するか、大丈夫かな？突然、こんなこと想像したくもないけど、何か依存的なものに、すでにもう手を染めていて、逮捕されるとか。ごめんね、なんかこんなことを言いたく
ないのに、なんか考えられるとしたら何だろうと思って。節制でしょ、うん、自制心。なんか悪いことが起きないといいな。ちょっといきなり衝撃的だったんだけど。じゃあちょっと総合運も見ますね。あ、心情劇場見られるかっていうのを占おうと思ったんだけど、ちょっと順番が間違っちゃった。はい、ズバッと出ました。全体的な一年、パワーがあるかどうかっていうと、あるね、鳳凰なので、なんか信頼されるっていうのが出た。そうなんだ、仕事、じゃあ仕事だけが悪いのかな？本当に。なんだろうね。ご自身の存在そのものは今星の逆なのよ。目標を失ってる。だから監督になりたてなのになんでこんな絶望感のあるカードが出るんだ。で、パートナー運が最悪です。パートナー運にタワーの逆が出た。パートナー？今結婚してなくない？パートナー運みたいな。ここと、あと悪いのはお金ね。不動産とか受け継ぐお金はすごくいいんだけど、動くお金、収入支出がすごく、浪費しそう。あと気になる死神、ここは、知識教養とかよ。なんか専門分野の勉強とか高度な学問はいいんだけど、知識教養の部分がすごい悪いのと、実家との関わり、家庭との関わりみたいなのも悪いでしょ。で、ここがなんか生活の楽しみとか、娯楽とか恋愛とか、これも悪い。健康は、釣り人だから、まあいい。まあまあいい。わかんなくなってきたわ。で、人気運とか、人気、名誉、名声がマジシャンの逆なの。これはあんまり良くないよね。人気運のところにマジシャンの逆出ると面白くないとか。で、なんか、大勢の中でのこの人間関係とか、人脈、ネットワークみたいなのも好きだから、あんまり良くないでしょ。うっすら、総合的にはエネルギーはあるけど、なんとなく全体的にうっすら悪い感じがするかな。この流れで稲葉さんも言っちゃいますね。稲葉ジェネラルマネージャーの1年の仕事運。さっきの稲葉さんじゃない、新庄さんのめちゃめちゃ悪いのが、なんか個人的な、なんか悪さじゃなくて、なんだろうね、チームの悪さなのかな。これ稲葉さん見ればわかるね。はい、ズバッと出ました。稲葉さんは良かったわ。ほぼほぼ。ほぼ良かった。でもやっぱ環境が悪いって言ってるから、日本ハムのでのこの働く環境みたいなのはすごく悪いんだと思う。でも稲葉さんはすごい強いリーダーシップとか、高い目標、希望を持って、ちゃんと能力を発揮できるって出てる。稲葉さんの仕事運は非常にいい。じゃあ新庄さん単体でなんか置くのかな？なんだろう。ちなみに稲葉さんの総合運、はい、ズバッと出ました。稲葉さんも全体的に1年パワーがあるかというとありますね。調和バランスがすごくうまいです。で、ご自身の存在、女強子、パートナーの戦車、ここはいいでしょ。お金はなんか新庄さんと似てて、動産、動く、収入支出みたいなのは悪い、アンラッキーだけど、不動産とか動かないお金はいいでしょ。知識教養も新庄さんと似てる。知識教養の基礎的な部分がタワーだからあんま良くないんだけど、高度な専門分野の勉強は非常にいいでしょ。で、家庭運はいいです。非常に。なんか女性が優先どうして頑張ってそう。女性が強い家庭みたいな。うん、引っ張ってってくれそう。で、人気運がね、新庄さんじゃない、稲葉さんもあんまり良くない。太陽の逆なので、お二人とも人気運、名誉、名声、うん、仕事運みたいなのがあんまり良くなかったかな。人気。で、レジャーとか、楽しみとか、まあ、なんか、あんま楽しくないかな。まあ、仕事に没頭するのかな。で、チームワークとか、組織の中での人間関係とか、人脈は、悪魔の逆だから非常にいいでしょ。健康運が
若干心配かな。健康が二方の逆が出ると、なんかね、誤診されるとか、うん、なんか、そういうカードなんだけど、病院で間違った病名を告げられるとか、本当は、まあ、いい場合と悪い場合があるけどね、うん、なんか間違った病名、まあ、大体悪いから、誤診って悪いよね、うん。本当はもうちょっと悪いかもしれないのに、いや、なんともないですよとか言われちゃうとか、なんでもないな、なんでもないといいなと思います。で、第12ハウス、ここに悪いカードが出ると、隠してることとか、スキャンダルとか、そこにね、陰者の逆が出てるから、なんか隠してる秘密の出来事を暴かれたりするかもね。はい、そんな感じです。じゃあ、新庄劇場は再び見られるのか。これを一番最初に占いたかったのに、なんか新庄さんの運勢あまりにも悪い感じに出ちゃったから、吹っ飛んじゃったんだけど、新庄劇場はまた見られるのか。コロナ禍っていうのがね、あるけれども、うん。またなんか派手な演出とかしてくれるんでしょうか。楽しませてくれるんでしょうか。はい、ズバッと出ました。これは攻めてくるね。うん。キーカードが力、もう全体的にポジティブに新庄劇場が見られると思う。コロナ禍なのも考慮したものが見られると思うけど、ただまた注意点に死神だから、突然その新庄劇場がいきなり止まってしまうみたいなね、ことはあり得る。何が起こるんだろう、ちょっと。怖いな。うん、はい。まあね、あくまで占いですけどもね、あくまで占いなんで、うん、100% 当たるっていうわけでもないけどさ、うん。じゃあ、日本ハムの運勢。これは、雑に見てください。本当に、もうチームプレイ、本当に今までさ、セリーグ、パリーグもだし、侍ジャパンは勝つかみたいなのも、もう、信じられないくらいもう真逆なんじゃないくらい外したので、すべて。もう、チームプレイ、助けて。だから、勝つか負けるかっていうか、運勢として見えるけど。よいしょ。はい、ズバッと出ました。あ、チーム自体は、最終的にはチームワークよく、みんな仲良くやると思うんだけれど、気になるのが今現在がムチム計画よね。うん、だから、この新庄さんがなったっていうことは、なんか危ういことだったのかな。どうなんだろうね。どうなんでしょう。新庄さんファンの方。監督としての力みたいな、どうなんだろう。ちょっとあんまり良くないカードが出た。でもこの後はこう、積極的に行くけど、立場にもね、悪魔のカードが出てるんだよね。悪循環の中に入ってしまう。さっきも新庄さんの時にも出たでしょ、悪魔のカード。で、環境が女帝の逆なので、なんか見栄えとか見た目、そういうこと、なんかパフォーマンスなんだ、うん。見た目の楽しさとか良さとか美しさを気にして、中身があんまりないみたいなのが環境に出ちゃって、プライドの高さとか、うん。まあ最終的に恋人だからいいんだけど、対策注意点も好きだから、なんか一年ずっと不安感にこう、うん。との戦い、不安に駆られるみたいな、そんな一年になりそうな気がします。はい、以上になります。日本ハムとか新庄剛志さん、稲葉ジェネラルマネージャーについて占いましたが、悪魔のカード怖いな。はい、ということでじゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。